はい、皆さんこんにちは、うんたんです。ふーちゃんです。本日はですね、うんたんのカバンの中身パート3を撮っていきたいと思います。何のカバンの中身か気になるっていうコメントがめちゃくちゃ多くて、なので今回うんたんはスペシャルで登場しました。イエーイ。カバンは変わってないんですけれども、もうちょっとでアラサーになるということで、皆さんにアラサー男子のカバンの中身を見せていきたいと思います。ではまずバッグの紹介からいきます。どーん、なんか重くない？そう、最近テレワークでさ、パソコン持ち歩くことが多いじゃん。パソコン入ってるんでめちゃくちゃ重いです。でも3キロ4キロぐらいあると思います。重いね。もうこれでね、筋トレをいつもしてます。このね、バッグは前も紹介したんですけど、竹尾菊池のバッグです。これもうずっと愛用してます。あ、ルーちゃんいっちゃいました。やっぱりね、ルックスタイルがすごい好きなんですよ、個人的には。持つ手提げタイプのだと、電車の中で釣り革持つ時とか、もう片方もそのまま使っちゃってるんで、スマホがね、いじれないんですよ。なんでリュックスタイルにして、電車乗る時はね、後ろにかけるんじゃなくて前にこういう風にかけて、で釣り革持って携帯いじる。これが私の朝の通勤スタイルですね。なんで前にね、リュックを背負うかっていうと、他人にちょっと気を使ってる感じですね。まあ、後ろだともう気づかないうちに他人に当たっちゃうことが結構多いんですけど、前にすると見える範囲の中にあるんで、これをね、操作できるんですよね、当たらないように。それではね、早速カバンの中身を皆さんに紹介していきたいと思います。まずこの前の方から紹介していきたいと思います。まあ、本当に仕事に行く感じなんでね、めちゃめちゃ最近物が入ってるんですけど、まずはこのフリクションボールペン。これね、もう全色買ってるんですよ。まあちょっと何本か抜けてますけど今。もうめちゃめちゃ仕事で必須ですね。フリクションのボールペンは後ろのゴムで消せるんで、すごい便利です、これ。まあ皆さんも使ってるかと思うんですけど、これはめちゃめちゃ便利なんで、皆さんにもおすすめです。で、続きまして、ちょっとこれをね、今、そのまま刺しちゃったんですけど、よいしょ。これもね、フリクションの蛍光ペンですね。これもほぼ全色揃ってます。そのままピッて引いて、あ、間違えちゃったとか、あ、これもう覚えたなとかいうときは、もうこの後ろでね、消しちゃうんで、これもすごい便利なものです。で、次は、まあこれはね、三スケって言うんですよ。三角スケールの略ですね。100分の1から600分の1までのスケール感覚で測れるものですね。これはもう建築業界では一般的な三スケかなと思います。で、続きましては、これですね。ズドン。これはもう名刺入れ兼カード入れになってます。これはもう名刺と、あとまあクレジットカードとか身分証とか、そこら辺が全部この中に入ってます。これはね、ルーちゃんにプレゼントとしてもらった、大切なものとなっております。これもね、すごい大切に使ってます。あとこれですね。iPods Air ですね。これはもう音楽通勤時に聴きますんで、よく愛用してます。前あの、インスタで紹介したんですけど、革ですごく頑丈に作られてますんで、すごいいいなと思っております。あと最近はね、Netflix と、あとディズニー登録してるんで、結構通勤時に iPod Air を耳につけて、携帯横にしてディズニー見たりとか Netflix 見たりとか、ほぼ毎日してます。まあ出勤の時はですけどね、最近はリモートが多いんで、ね、あんまりできてないんですけど、ぐらいかな。ここはもう今何もない状態です。ここに行ってみます。ででん、エコバッグです。まあ、結構ね、ルーちゃんと仕事終わりスーパーとかよく行って、買い物とかして食材買って家に帰るんですけど、ちょっとこのバッグだと、まあパソコンとか入ってて、あまり入る場所がないんで、もう別にエコバッグを毎日持ち歩いてます。で、これはね、前台湾祭りでもらったエコバッグなんですけど、すごい重宝してます。これめちゃめちゃ便利です。ここはこれしか入ってないです。ここも何も入ってなかったかな。うん、入ってない。最近やっぱりね、パソコン持ち歩くんでね、あまり物入れれないんですよ。今のところはこれだけとなっております。そしたらメインの大きいところに行ってみたいと思います。まずはズドン、パソコンですね。あと何入れてたっけな。あ、そうだ、お財布ですね。これは長財布です。メインで使ってる財布となっております。3年前か4年前ぐらいに買って、そっからもずっと使ってます。結構いい値段したんですけど、財布はちょっといいもの使おうかな、いいもの使ってるとお金が入ってくるんじゃないかなっていう、ちょっと勝手にね思っちゃってるんで、いいものを今使わせてもらってます。だから前ね、ルーちゃんにもいい財布を買ってあげようと思いまして、いい財布を買いました。当時ね、長財布がすごいいいなと思ってたんですけど、最近は結構ね、ちっちゃい財布もいいなって個人的には思ってます。
なんでルーちゃんにはちっちゃい財布をプレゼントしました。あとは世代は iPad です。ね、本当最近 iPad 使ってて思うことがあって、 Apple Pencil めちゃめちゃ反応いいなと思って、会議とかの時にメモ取るときそのまんまこうやると書き込めるんですよね、何でも。そこ、こうやって、まあ、こんな会議中に変なことは書かないですけどもう最近はもうペーパーレスなんで、もうこの iPad と Apple Pencil だけで会議に出るようにしてます。あとここにちっちゃい小窓があるんですけど、ここにはね、全然この財布です。これも本当に小銭しか入らない財布なんですけど、ふーちゃんの何かのプレゼントだったんです。誕生日プレゼントだったかな。うん、これもね、竹尾菊池のブランドの買ってもらったんですけど、これもめちゃめちゃ便利で使ってます。会社の時に外で結構食事するんですけど、長財布だとお尻の方を突き刺して歩いてると取られちゃったりして怖いなと思ったんで、最近は会社出る時は持ち歩くようにしてます。これだったらもうそのままポケットに入れてもう隠せれるんで、これはめちゃめちゃ便利だなって思います。この中にまあ一応折りたたんでお金入れてます。ルーちゃんの 2,3 年前かな、これも買ってもらってもうずっと使ってます。ありがとうございます、ルーちゃん。これで今この中空になりました。このバッグは手提げ個人的にはあんまり好きじゃないって言ったんですけど、まあ手提げの方がねいいっていう思う時はショルダーを畳むことができるんですよ。でここも外してこの中に入れます。こうやります。そうするとね、ここだけで横向きで行くことができます。こんな感じですね。中身はこんな感じになっております。ちょっと見えづらいね。はい、ここまでねバッグの中身の紹介してきたんですけども、あと個人的にファッション的に買ってよかったなって思ったものを皆さんに紹介していきたいなと思います。まず一つ目、帽子です。これね、ルーちゃんよく帽子かぶってるんですけど、個人的に帽子っておしゃれ上級者がやるものだ勝手に思ってて、なかなか手が出せなかったんですよ。昔から髪型いじくるのが好きだったんで、帽子かぶっちゃうとぺったんこになっちゃって、帽子脱いだ時ちょっとダサいんじゃないかなってちょっと思ってたんですよ。ルーちゃんと一回アシラっていう帽子屋さんに行って、いろいろ店員さんに相談してかぶってみた時に、意外になんかかっこいいなと思ったんですよね。これ野球少年がかぶるようなベースボールキャップじゃなくて、全体的にツバがある形ですごいおしゃれだなって思いました。 T シャツ1枚にこの帽子かぶるだけでもおしゃれに見えちゃう、すごいいいアイテムだなと思います。おしゃれ一歩進んだなって個人的には嬉しく思っております。二つ目は、結構インスタグラムとか YouTube の動画とかでも映ってはいるんですけど、これも最近買った金子メガネさんのメガネです。結構金子メガネって高いイメージがあって、これもちょっとなかなか手を出せなかった部分ではあるんですけど、まあ、ちょっと思い切って入ってみて買ってみました。実際につけてみても、おしゃれ、一味違うようなファッションって思うようなねものだと思っております。3万5000円ぐらいしたと思うんですけど、これもめちゃめちゃ買ってよかったなって思う一品です。ぜひね皆さんも買ってみてほしいなと思います。最後はね、見た目的には何も変わらないんですけど、匂いね、結構自分匂いフェチなんで、いい香りがしたらすごい、あ、この人いい人なんだって勝手に思っちゃうぐらいの匂いフェチなんですけど、その中でいいなって思った香水がありまして、トム・フォードのネロリ・ポルトフィーノオードパルファムスプレーでございます。これもちょっと3万円以上したかな、ちょっと高かったんですけど、これもちょっといい香水一つ欲しいなと思っておりまして、個人的にいいなと思った匂いがありまして、これ購入しました。これもう見た目がもうすごいおしゃれで爽やかな匂いなんですよ。ほんと夏にぴったり、でも入って爽やかなんだけど大人な匂いもある、誰にでも万人受けする香水で、とてもおすすめです。これはぜひ皆さんにも試していただきたいなと思います。ほんとね、かっこいいなと思って、ちょっとタバコっぽい香水を1回だけ買ったことがあるんですけど、つけて電車乗ったらその匂いだけで個人的に酔ってしまって、すごい吐きたい気分になっちゃったっていうことがあったんですよ。なんでもう個人的にはもうこういった爽やかな香水を使っていこうかなと思いました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。自分のカバンの中身と、あと個人的に最近買って良かったものを紹介したんですけど、本当アラサーになっていくにつれて個人的にいいものをどんどん使っていきたいなと思っておりますんで、まあ、そういったものをね皆さんにも共有できたらなと思います。でね、最近テレワークでパソコンをね持ち歩くことが多くなったんで、まあやっぱリュック系のものがいいかなと思いまして、リュックのバッグがいいなと思ってますんで皆さんに紹介していきました。まあ、このバッグ普通に Amazon とかでも、買えますんで、
ぜひね、皆さんも買ってみてもらえたらいいなと思います。以上、皆さん見てくれてありがとうございます。それでは See you next time、 バイバイ。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。